はい、どうも、翔平 TV です。本日はこちらの箱を紹介いたします。こちらね、先日届いたんですけども、こちら大きな箱が届きました。もう、中は開けちゃったんですけど、こちらの箱の中身を紹介したいと思います。ピー。まず箱、見せます。箱の中身。こんな感じ。はい。アディダスの商品ですね。今年に入ってもともと使ってたものが壊れちゃったんで、まあ、購入ってことで、はい、いいですか、紹介します。こちらスパイクですね。こちらアディダスのスパイク、スパイクの幅はこのような感じです。見てください、色が違うんです。これ実はどうですか、色違いで今年も、履いていきたいと思います。でこちらなんで色違いかというと、ちょっと待ってくださいね。はい、来ました。またさらに色違いです。はい、そろそろ分かりましたかね。おバカな翔平君はね、2足買っちゃったっていう、2足買ったっていうことなんですね。正しく、揃えますと、このような感じ。これをこのスパイクで2つ購入しまして、連盟とかね、去年から、色の規制がなくなったんで、この2つのスパイクを特化エッコして、こうやって履くのありということで今年はやっていきたいと思います。で去年も、ニューバランスのスパイクで実はやってたんですけど、まあ、知ってる子は知ってる人はいると思うんですけど、赤と青で履いてやってました。で今回はこちらのアディダスのスパイクで今年の野球はやっていきたいと思います。今ね、真っ黒のデサントの高能エスパイクがあるんですけども、あれは金属の刃のスパイクでして、結構人工芝で野球やるときがちょこちょこあるので、そこでちょっと使えないのはあれかなと思って、樹脂のスパイクを探して、購入しました。こちらね、たまたまですよ、たまたまネットで買ったんですけど、1足4000円ぐらいでした。なんで2つなんで8000円ぐらいか、2足で8000円ぐらいで購入しました。でこちらリンク貼っとくんですけど、ベーちゃんで買ってるっていう、知らずにね、知らずに購入したんですけど、たまたま、いつもはね、楽天で買うんですけど、たまたまヤフーで買ったんですよ。ヤフーの方で買ったんですけど、たまたまヤフーの方で見てたら、あ、いいのあると思って買ったら、ベーちゃんの方から、お買い上げありがとうございますっていう、こう自動メールが来るっていう、たまたまベーちゃんで、このかっこいいスパイクがね、1足4000円で売ってたということで、こちら、これから使っていきたいなというふうに思います。ちなみにこちら28センチ、翔平 TV とスパイク同じ色違いで履きたいなと思った人は、チャンネル登録とコメントと高評価と Twitter のフォローとインスタのフォローと YouTube の、なんかあらゆるこの通知ボタンとか、まあいろいろね、完璧にもうコンプリートしておいてくれると、もしかしたらサプライズで上げ癖が発動しちゃうかもしれないですけども、けどやっぱりね、この色違いということで、下の方もね、ユニフォーム上がこう結構ね目立ちがちですけども、下もね目立たしていきたいなと思いました。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。